皆様、いつもご視聴していただき、ありがとうございます。気になるニュースを紹介しています。かずみです。旭日旗の問題を、つい先日お伝えしました。お隣さんの、例の教授が騒ぎ立て、世論扇動している日本にとって、大変迷惑な存在です。そんな主張に対抗して、外務省の公式 YouTube で、日本の事実に基づく動画を、公開していました。今回は、外務省の公式 YouTube の紹介と、お隣さんのイチャモン記事を紹介します。記事のタイトル、外務省動画、伝統文化としての旭日旗公開。旭日旗登場、007とんでもない和風賛美に、レジェンドの不名誉退場。まずは、外務省の動画をご紹介。今月の8日に、外務省の公式 YouTube チャンネルに、伝統文化としての旭日旗と題して、動画を投稿。日本語や英語、中国語、韓国語などの9カ国の語訳のバージョンを用意。題名の通り、旭日旗が日本にとって欠かせない文化の象徴の一つと、イーズル国数百年の歴史や具体的な利用例などを紹介していました。特に海上自衛隊旗として強調。国旗の役割も果たしていることをしっかり伝えています。2分ほどの動画ですが、とてもわかりやすく、簡潔にできていました。それでも、お隣さんの難癖に、嫌味にならない程度に、しれっとシャレが効いている場面もあります。英語版で、6日に先行動画を投稿しているので、ロイター通信でも記事になっていました。今後、少なくとも、例の教授案件は確実ですね。概要欄にリンクを貼っておきますので、皆さんも、その目で確かめてください。それでは、K国の反応を紹介します。聞いてみると、戦犯旗で正しいね。アジアの様々な国から盗んでいた時に使った旗。旭旗ではなく戦犯旗。戦犯旗なのに、K国内の日本産ゴミ記者が、しきりに旭日旗と言っている。昨夜地震が起きたんだって。旭旗を持って祝ってやろうか。本来の意味はどうであれ、日本が、あらゆる戦犯に旭日旗を掲げたのなら、本来のいい意味に、何の意味があるだろうか。お前らが過去を否定するから、天がお前らを罰してくれているのだ。良心というものがあるものか。7以上の大震災が、日本全土に同時多発的に起きろ。ついでに、地球上から、日本という国をなくしてしまえ。ずいぶんと、ひどいものいいですね。相手をリスペクトするという、概念が全く感じられません。このような言動をするから、売り言葉に買い言葉、になってしまいます。事実に反するのなら、なおのこと、しっかりと裏付けされた、史実や書物などで、毅然と反論する外務省には、今後もしっかり反論してもらいたいです。それでは、2本目の記事です。旭日旗登場、007とんでもない和風賛美に、レジェンドの不名誉退場。K国のメディアの記事を紹介した、トウスポウェブから引用します。映画、007、ノータイムトゥダイで旭日旗が使用されているとして、K国で、大きな波紋を呼んでいる。この問題をめぐっては、これまで、サッカーの国際試合で、たびたび騒動になったほか、東京五輪でも、その使用を K 国側が問題視するなど、日韓の間で火種となってきた。そうした中、今度は、世界的人気を誇る007シリーズの新作で、旭日旗問題が勃発した。K 国メディア、テンアジアは、007に旭日旗が登場した。とんでもない和風賛美だと問題提起。同メディアによると、今回の映画には、日本をオマージュしたシーンが多く盛り込まれているといい、その理由として、キャリー福永監督が日系米国人であることを指摘。さらに、映画には、旭日旗を思わせる衣装も登場する。調理する時に身につけるエプロンのデザインは、旭日旗を連想させるし、日本代表という漢字までプリントされていると、糾弾した。この作品は、K国で世界初公開されたにもかかわらず、日本びいきの内容であると、同国内では、批判の声が噴出。007は K国映画ではないが、熱烈な愛と応援を受けてきた作品である。また、今回の作品を K国で世界初披露したのは、
それだけ渓谷の観客たちにとっても誇らしかった。しかし日本の風習などが色濃く滲んでいる点は、日本との特殊な関係のために不快感を感じる。日本軍国主義の象徴である旭日旗まで動員された事実は、洋画であっても見落として進むことはできない部分だと同メディアは痛烈に批判。そしてそれが日本に対する優越感を強調した007が残念な理由だとバッサリ切り捨てた。世界中でファンが多い人気作品だけに今後波紋が広がりそうだと伝えています。拒絶反応の仕方は相変わらずのようですね。よく見つけるなってある意味感心します。こういう反応ってパブロフの法則っていうのでしょうか、それとも一種のアレルギー反応なのでしょうか。下手な攻撃よりも旗をたくさん見せたら勝手に発狂しそうなので、魔除けのお札になりそうですね。それではこの記事を読んだ日本の反応を紹介します。またソギョンドクの出番だな。警告公開しないことで問題解決でしょ。おしまいです。登場人物がつけてた前掛けに富士に日の出の衣装が描いてある。で、本当に太陽がダメなんじゃねえのあいつら。設定が吸血鬼になる不思議な国なのか。こんな前掛けって日本じゃ昔からよく使われてるだろ。こういう衣装と歴史問題をこじつけるから反感買うんだよ。世界はよく見ているよ。007の監督って基本的に非凡っぽいもん好きだよな。なぜか総じて中華っぽくなるけど、警告からクレームがあろうが朝日旗をバンバン使っていけばいい。もう配慮する時代ではないし、下手に遠慮すると日本は朝日旗を後ろめたく思っていると世界に誤解されるだけだ。毎日朝日旗を使っていれば抗議する系国人の声も枯れ果てることだろうな。いつになったら旭日旗を見て発狂しているのが自分たちだけだと気づくのだろうか。お隣さんは旭日旗じゃなくて放射線状の衣装すべてに噛みついてるから困ったものだ。マジで頭おかしいでしょ。いかがですか。極論、相変わらずの内容で飽きてきそうです。でもこうやって反論や話題にして監視しておかないと、気がついたら日本を貶めているだけでなく謝罪と賠償まで要求されてしまいますからね。これまで散々日本の足元を見て言いたい放題でした警告さん。今までの弱腰姿勢からしっかり対応する日本政府になってほしいですね。今後に期待しています。皆さんはどう思いますか。コメントで教えていただけると嬉しいです。今回の動画は以上です。面白いと思っていただけたらチャンネル登録、高評価の応援をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。